森林公園ビフカアイランドキャンプ場入園券ありがとうございました。これだ。よし、行きたいと思います。よかったね、また来たいね、ここね、ビフカアイランド。7時14分、じゃあ行きます、北上していきます。とりあえず俺行きたかったとこあるんだ、大したことねえんだけど、北海道命名の地行ってみたいと思いますね。あとはずっと北上です。ありがとうビフカアイランドさん、最高だったよ。はい、おとい熱風村入ったよ。いやー、俺はここを来たかったんだ。おとい熱風村ずっとね。で、ここで北海道命名の地を見て行くと、来たかったのよ、おとい熱風。あと18分17キロ。なんか網走方面もなんかこういう感じの小高いっていうか丘みたいなとこにこうずーっとこうあったよね。うわー、いいな。そういえば今回モバイルバッテリーね、試しに一つダイソーのモバイルバッテリー1000円買ってみたんだけど、悪くないね、あれね。どうせ充電してね、そこから給電してもポンコツですぐダメなんだろうなと思ったけど、意外といいですよ、あれ。これあのくらいの大きさのあれがね、ここにうまく入っていいから、ちょうどこのスマホホルダーに充電、給電できるからね。あ、これいいなと思って、良かったですよ、ダイソーのモバイルバッテリー。はい、じゃあこれ稚内方面40号左折でーす。おといねっぷの道の駅はこっち側なんだ。あ、そこは？そこが道の駅？おー、ここね、おといねっぷ。まあ、まだ開いてないもんね。よし、おといねっぷ柱。いやー、雨降ったから結構茶色いね、川は。ここだ、北海道命名の地来ましたよ。おう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 、砂利短い、ダートなんだ、ダートダートだ。北海道命名の地ダートでございます。入ってる？ちょっと待って、入ってる？開いてるね。開いてるね。音聞こえなかったんだよな。よし、ダートだ。北海道命名の地は入り口ダートでございます。まあロードバイクでも走れるような踏み固められたダートですね。あ、結構走るんだな。ここから350m くらいダートみたいです。雨上がりだからね、危ないからね。あー、ピッチャーやだ、ピッチャー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 。お、ここから舗装路。ここから舗装路。どこだい？あ、ここか。ここから歩いていかなきゃいけないの？お、車両進入禁止だ。
弟もいる。でも人いないから行ってみようか。よし。俺はバイクの写真が撮りたいんだ。あった。北海道めめの地。よし。北海道命名ゆかりの地。安政4年、竹四郎は、松浦竹四郎。はぁ、北海道命名の地。よし、帰るぞ。帰るぞじゃねえ。次行くぞ。次はまあオロロンの方、オロロンラインの方ね、行ってみたいと思います。前に行った時ね、取り忘れてたとこあんの。北緯45度のモニュメント、あれ取り忘れてたから、それだね。そこで記念写真撮って、で行ってみたいと思いますね。なんかね、この辺やぶでね、なんか怖いんだよな。タバコ吸おうかなと思ったんだけど、なんかカサ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 って聞こえるし、なんかやだなと思って、もうちょい違うところでタバコ吸おう。もう気になって気になってずっとエンジンかけてた。私はここにいますよ、ヘルメットおじさんはここにいますよって。じゃあ行ってみたいと思います。とりあえずオロロンラインの方に行きますね。70キロ、約1時間。通り抜けできませんって変わってなかった？大丈夫だべな。頼むぜ。グーグル先生頼むよ。まあ油はあと150キロ走れるから大丈夫だ。まとかなる。ちゃんと蛍光管も 2.5 リッター持ってきたら大丈夫だ。中川エコミュージアムセンター、はい、道道119円別町。なんだあのでっけえな、前のトレーラー積んでんの、低床のトレーラー。なんだあれ、タンクついてタイヤ漏れついてよ。なんなんだ。すごいな。もう追い越せねえもんな、ここな。ちょっと厳しいね。猫かと思ったら、キサキツネだった。一匹目、発見。はい、これで日本海オロロンライン232号だったはずだ。やーっとだ、来たぞー、オロロンラインだー。4年ぶり来たよ、オロロンライン。稚内手塩方面右だー。信号ねえんだな、ここ信号。信号はないのかい。あ、ないんだね。よし、来た。トラック来てたな、さっきな。オッケー。オロロンラインだ。来たぞ。お久しぶりです。ヘルメットおじさん来ました。4年ぶりのオロロンライン。手塩町入った。手塩の道の駅で一回止まろうか。誰もいない、前も後ろも誰もいない。はい、
後ろはホクレイフラッグ、なびいてる。誰もいないぞ。あー、来た。対向車来たよ。孤独を楽しめる東北地方、いやー最高だね。ちょっと風強いな、ちょっと風強い、でも最高だ、最高最高。化粧コーデ前にあれやったんだよね、釣りやって、今だとカレー釣れ勝ったのかな、もしかしたらカレー釣れたかもしれないね。俺行った時はもう7月の下旬過ぎで、あれしか釣り方はない、ウグイしかね。ほとんどに風力発電所のね、あの建て替え工事っていうのがあって、今年から見れないって言うんだけど、遠くに見えるね。遠くに見えるね。あ、まあ何本か減ってるけどあるぞ。俺はあれで十分だ。エレメットおじさんもあれで十分だ。十分あるよ。まあ数は少ねえだろうけど、ある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 。で塩川来ちゃう、久しぶりに。まあ確かに減ってるな、確かに減ってるけど、あそこで写真撮れるもん。よし来たぞ。ちょっと360度カメラセッティングしようか。やっぱりね、ここはこれでしょ、やっぱりこれ。じゃじゃーん、オンニベな、頼むぜ。これでこう、にゃ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 っと、やべえか。やべえか、2メートル以内だよな、2メートル。おー、結構あるな、結構あるな。これダメ。だいぶ揺れるな。これ取れんのかな。揺れるな。よし、どうもー。よし、行きますよ。あらららラインだ。いや、だいぶ揺れるね。おお、揺れてる揺れてる。大丈夫かい。こうやっていかないとダメなんじゃない。来たぜー、来たぜー。こうやった方がいい。あ、ライダーも来たねー。えい、行くぜー。オンラインだ。あんまりやっと折れそうな気がして。おっ、おっ、やべやべ。風強えよ。すごいな、負けちゃう。インスタのカメラ来たよ。耐えてくれ。ステイ耐えてくれ。あー来たよ。負けねえべな。ああ、負けてるね。負けてるね。
スピード出せねえ分かってて、ね、スピード出せねえ。やべえやべえやべえよ。はい、ここにあって、これがだんだん減ってきてるんだな。で、あっちの先にまた新しいのができてるらしい、できてるらしい。え、あーすごいね、できたよ。あ、なんかあったの、さっきパトカーだったけど、なんかあったのかな、もしかしたらあったのかもしんないね。あー、ちょっと下げてみようか。よいし、なんかあったのかもよ。いいね、あら、なんだい、なんだ、なんかあったの。あ、これダメだな。あら、あら、ダメだね。ここで写真撮った方がいいね。なんかピーポーピーポーさっき言ってたんだよな。おっとおっと、あ、ダメだ、なんかあったのかもよ。なんかあったんかな、なんかあったみてだね。何したの、地獄なとこで。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,20本くらいしかねえのか、20本ちょい。あ、バイクの事故、バイクの事故なの。何の事故なの、レスキューいるってすごいよな。レスキューいるんだぜ。何の事故だろうね。目撃者なのかな。へえ。この広島ナンバーもすげえ。いっぱい払ってる当時も全国走ってんだな、すげえな。これはこれで、うわ、果てつえ、はあ、こんなとこでね、おとんろいの風力発電所のこんなとこで止められるのもまずいねえぞまずねえぞ、持ってるな俺な。うわー、なにこれ、うわ、ライダーだ、ライダーだ、うわー、これやばくね、燃えだ、お、燃えてる、燃えてるよ、ふー、燃えてた、バイク燃えてたよ、うわー、いやー、やばいの撮っちゃったね。いやー、大丈夫だったのかな、ライダーね。あ、それだけだな。あー、燃えるくらい何になったの、あれ。勝手に燃えたのかな。単独っぽいけどね、車は、ぶつかった車なかったけど。単独で風ででも煽られて、そのまま、転倒したまま、何かでガソリンに引火しちゃったのかな。いやー、すごいの見ちゃったな俺。初めてだ俺、バイク燃えたの見たの。今までまあいろんな事故は遭遇してきたけど、燃
メーカーのも初めてだな。ましてやウルオンラインでね、このほとんど風力発電所でね、いやーすごいの目撃しちゃったな俺。ああびっくりだよ。これ北緯40度のモニュメント行きますか。まあここにもパーキングはあるけど、まあまっすぐ行きましょう。まだ新しくできたとこ見たいからね。サロベス駐車場ほとんど風力発電所。おお入って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 、はいはいはい、どうぞ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 。すげえ。ありえねえ。あの燃え方はありえねえ。これが新しいやつかな。なんか形違うね。あ、違う違う。なんかあの風車のあの風車が違う。これかな、新しいの。これかもしれないね。びっくりした。あと2分。よし、もうちょいだ。モニュメント。これが新しいやつかな。だね、そうだね。うー風強い、風強いよ。あそこだ、そこにモニュメントあるんだ。あのトンネルの手前確かだったような気がする。うー風強い。ここだ。ん？この先か。この先。ああ、すげえな。ここだったような。うわ、うわ、うわ。すごいの、すごいの来た。うわ。来た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 。こんにちは。よいしょ。やった。来た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 。北緯45度。じゃあ日本一周頑張ってください。じゃあこれからずーっとじゃあ下っていくんだ、ずーっと。うん、あー道東もいいよ、知床とかね、あっちの方も。うん、俺もとりあえず礼文島行ったら、あとは道東の方ずーっと行って、あといろんな林道走って、なんだかんだクッチャラコあたりで 2,3 泊してるかな多分。うん、クッチャラコいいよ。クッチャラコファンキャンプ場とかあの辺は、あキャンプは、あキャンプするね。うん、くっちゃら湖畔キャンプ場いいよ。あそこはおすすめ。うん、はい。多分合うね、多分ね。この黄色いヘルメットめったにないからね、すぐ分かると思うよ多分。じゃあ気をつけて。
はい、どうも。行っちゃった。日本一周の女の子。行っちゃったね。すごいね。なんか俺 N にしたつもりなんだけど N じゃねえな。福井45度モニュメント、ああ来た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 。どれ、じゃあ温泉でも行きますか。